お客様にご案内いたします。待ってください。何で来る？待って、何発だっけ？お客様、こちら行きですか？フランスです。フランスの行き、まもなく出発いたしますので。やばいやばいやばい。ゲートが閉まっちゃう。お願いします。失礼いたします。お願いします。危ねえ、乗り過ごすとこだった。寝てた、めっちゃ。はい、ということで今からフランス行ってきます。こちらフランス便の散歩させていただきます。ゆう様、本日、はい、J ファーストクラスの座席ご用意しております。ありがとうございます。ファンビ様、お隣 1C ファーストクラスの座席ご用意しております。ありがとうございます。では中へご案内いたします。急げ急げ。バビ君、ファーストクラス取ってくれてたの？うん、当たり前やん。待って、私初めてなんだよ。おぉ、すごい。うわ、ファーストクラス、本日 1C ファーストクラスの座席となっております。ありがとうございます。うわ、やっぱ違うな、ファーストクラスは。座席大きいね。それでは最後までごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございました。すごい、本当だ、動く。どこどこ？ここ横のボタン。めっちゃ倒れる。おお。え、こんな？え？おお、これがファーストクラスか。ベッドだよもう。最高だな、ファーストクラス。ねえ、バビ君、何食べる？フランス行ったら。フランス人の女。ダメだよ。なんで？ということで、久々の、旅行楽しみたいと思います。行ってきまーす。 VLBI どうも、バイユンです。はい、ということで早速戻ってきたんですけども、はい、最初のね、ショートドラマを見てね、うん、皆さん、海外行くんじゃないの、うん、と思った方いると思うんですけども、はい、実はこちら、ファーストクラスを体験できるレストランでございます。イエーイ。そうなんですよ。これとかもね、作ってもらえるんですよ。ほら、本当のパスポートみたいですよ。いや、いやでもこれマジでマジモンに見えるよね。じっくり見てください。ちゃんとバンビとユンって書いてあってね。そう、今回はね、フランスに今回行くという設定で、はい、ご飯を食べていくと。本物のフランスにも行ってみたいよねってことで。うん、俺が一番行きたい国どこか知ってる？フランス。イギリス。なんで？あのね、イギリスはマジで街並みがディズニーシー、うん、そうなの？普通の街並みがディズニーシーなの。ヨーロッパとかじゃないの？いや、もうイギリス。まあ、バンビ君、鼻の高さとデカさだけはイギリス並みだから。ポン。俺どっかで4分の1ね、入ってると思うんですよ、クォーター。いいおばあちゃんぐらいが。ああ、俺のおばあちゃんだってもう顔面蒼白だったもん。大丈夫？だから病院行った方がいい。で白いのよ、もともと。くれにくいよね。すっごいや、ちゃんと。くれにくいよ。ということで、本日の企画は、機内食で1万円食べきれるまで帰れません。一回やってみたかった。これ夢の企画だよね。私いつも機内食さ、足りないもん、うん、おかわり欲しいなって思うから、うん、今日はいっぱい食べれるとのことで。ファーストクラスになると、うん、コース料理で出てくるらしい。すごくない？うん、つかそもそも俺らファーストクラス乗ったことないじゃん。ないです。で、今日これ体験でいいんですよ。これがファーストクラスの座席。これがファーストクラスなんだね。うん、ということで、早速挑戦していきたいと思います。ということで、早速やっていこう。やっていこう。はい、ということで、まあ、食べながらですね、あの実際に飛行機のような体験ができるということでね、うん、まあ、そちらも体験しつつご飯を待っていきたいと思います。まもなく離陸するらしいですよ。まもなく離陸らしいです。楽しみ。はい、本日はファーストエアラインズにご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。どっちがタイプとお過ごしください。どっちも行ける。あ、走った走った。あ、これが窓の景色ってことですか？赤い口を強く引いて膨らませます。あ、言えた。振動した。左側前方をご覧ください。あ、富士山だ。富士山。あら、すごい透明だって。すごくない？星空が見えてきた。おお、めちゃめちゃモリモリ。マジか。え、こんな高級なの？うわ、豪華。すごくない？これ映え、めっちゃ映え。これが機内食で出ちゃう世界線が存在してるってことでしょ。うん、ということで早速食べていきたいと思います。せーの、うましかて。まずはじゃあこちらのスープから。栗のスープって言ってましたね。すごい、すんごい反射で何も見えない。いただきます。めっちゃねっとり。うん、めっちゃ栗。うん、一歩違ったらデザートぐらい美味しい。口触りがめちゃくちゃ滑らか、うん、ミルクとかで全然薄めてないっていうか、うん、ペーストが分かる。クリーミーです。うん、栗だけに。うまい。飛行機1台持ってきて。うん、
うまろん入れました、うまろん。ダジャレなら任せて。ギュギュー、ちゃんと。それでは続きまして、こちらのパテよ。何のパテだろう。キャビア乗ってます。いただきます。なんだこれは。めっちゃうまい。そしてなぜかめちゃめちゃザクザクしてる。なんだこれ。チャーシューみたいな味します。チャーシューみたいな。本当だ。外側がパリパリなのかな。私が食べてたコンビーフが庶民的な味だったら、これはもう完全にセレブが食べるコンビーフって感じ。一緒にすんな、コンビーフと。おい、コンビーフバカにするの。シェフに謝れ。これはチャーシューです。オレンジのミニトマト見たことある？近所のスーパーに売ってた。売ってたんか。完食。鴨の低温バティとフォアグラのポーレ、ソースがジュノソースでございます。さあ、続いての料理参りました。いよいよメインディッシュですね。鴨肉とフォアグラって言ってた。まずじゃがいもとベーコンのブールテパイ包み焼き。そしてメインディッシュが鴨と低温ロッティとフォアグラのポワレ、グリーンソースとジュノソース。そしてデザートがバスクチーズケーキですね。これを食べきれば、フランスコース制覇でございます。大変。おお、俺これ超好きなんだよ、包み焼き。ケンタッキーのやつ毎年食ってるわ。ケンタッキーの美味しいよね。いただきます。これはやばい。これはね、なんだろうな。全然出ない。よろしくお願いします。ベーコンがね、めちゃくちゃたっぷり入ってて厚切りで美味しいです。さあ、いよいよメインディッシュ、鴨肉とフォアグラでございます。フォアグラこんな丸ごと入ってることなかなかないよ。めちゃめちゃ大きい具が。学生の時にクリスマスとか彼女とかとさ、なんか見栄張って高い店行くやん。高校生で行く？行くでしょ。私卒業してからじゃないとないよ。いや、俺は行ってたわけですよ。行きだね。そんなお金なかった。頑張って、そこは。高校生なんて自分でバイトしてお金あるんで。そこで初めて食べたフォアグラ、なんか美味しくないなと思ったんですけど、これね、大人になって知るんですよ、フォアグラのうまさ。そうなのよ。コーヒーとかもだんだん美味しく感じてくる。うまっ。すごいね、このフランスのコース。だってさっきキャビアあってフォアグラだよ。次これで6000は安いよ。臭みが全くない。銀座で食べたら1万5000円のコースです。これは1万5000円でも多分これの3分の1ぐらいのフォアグラしか出てこない。玉ねぎが甘い。玉ねぎ甘い。リンゴかと思った。甘っ。やばい、これ結構くるな。あのお肉がね、3ブロックぐらい入ってる。普通のお店これ1ブロックぐらいなんですけど、ファーストクラス座るならいくらぐらい違うんだろうね。俺のイメージ、ファーストクラスって乗るだけで50万とかじゃない。50から100ぐらいで、マジで。なんか長い旅だったらいいけどね。いや、俺さすがに乗ろうと思えないわ。50万だよ。飛行機で1週間だったらまあ乗るわ。1週間空の上ですって言われたら50万払うわ。10時間とかそのレベルでファーストクラス乗るっていうのはもうほんとトニー・スタークぐらい。いや、バンビ君なら乗りそうだけどね。まあ日本のトニー・スタークって言われてるからね。次に最後いきます。1コース目のメインディッシュ。完食。てかこれわかりますか皆さん、これ日焼けしてんの。ゴルフで左手だけグローブつけるんですけど、わかりますかこれ。前半でゆんちゃんに日焼けしたっつったら、大喜びしてましたね。やったーね、ピカピカ。そんなこと言ってない。黒くなって。これは持ってます、けど同じぐらい自分も焼けてるんで、こう一緒にずれたんだけど、いやー、でも私今回焼けてないよ。俺でもヤマピーぐらい黒くなりたいんだよね。俺わかる。いいよね、ちょっとセクシー。そう、あとね、細く見えるらしい、黒い方が。もう白豚って呼べなくなっちゃう。黒豚って呼ぶだろ、黒豚って。お前どうせ。ギュギュー。よし、じゃあデザート、こちらバスクチーズケーキいきたいと思います。ファーストクラスの人はみんなこうやって食べるんじゃない。いる、こういうお父さんいる。これはダメ、容器悪いよ、あんた。いい加減にしない。これはファーストクラスダメだな。ファーストクラスの人はみんなこうやって食べてると。チュアデスさんにも怒られるよ。このバスクチーズケーキマジでうまい。俺口パサつくかなと思ったんですけど、すごいしっとりしてて、レアチーズケーキみたいな。最近めっちゃ流行ってない、バスク風チーズケーキ。なんだっけ、ファミマのやつがめっちゃ話題になってて、いつも売り切れみたいな。完食完食。
泣いてたの？歯が取れた。え？チーズケーキで歯が欠けたの？え？チーズケーキじゃ歯が取れた。なんで？なんで？どういうこと？チーズケーキ食べて歯が抜けるって。初めて聞いたよ。じゃあなんかグミみたいのが入ってるの。ああこれね。そうそうそう。ドライフルーツみたいな。あのキポンって入ってプンって。そうそう。ね入れ歯だったの？絶対入れ歯でしょ。ちょうど治療の最中なの。あ仮歯ね。なにこれ。チーズケーキ。生クリームぐらいトロトロ。トロトロクリーム。今一人で口の中で工事してた。はまった。はまりました。あめー。自由自在やん。元に戻りました。はい、ということでフランスコース僕、完食しました。あとオーストラリアコース今から突入します。1万円企画ならもうこれで達成のはずなんだけどね。これで1万円企画はクソ簡単すぎるでしょ。だから自分たちに僕らは枷をつけてるんですよ、あえて。好きなことで生きていくがコンセプトの YouTube だけど、楽して生きてるわけじゃない。好きなことして生きていく、そのために嫌いなことも人一倍する。わかりましたか YJ？ はい、勉強しました。あなたは何を目指してるんですか？僕はピュアレスになりたいです。じゃあまずタイに行って性転換しなさい。タイで女として生まれ変わって、タイでそのジャンボジェットを取り外してから来なさい。わかりましたね。なんかジャンボだったの？そうだよ。バンビ君にどんどん染まってくじゃん。おいしいよ、純白のブリーフだから何色にも染まる。黄色にも茶色にも赤にも染まる。それが純白のブリーフ。おしっことうんちと生理じゃん。切れ字だよ。お前ほんと不謹慎だな。でも皆さん言い訳させてください。はい、なんかね今日大食い企画だったじゃないですか今。結構夜に撮影してるんですけど、今日俺大食い企画だから何も食わないでおこうと思ったんですよ。うん、そしたら待って、えこれも話やめない？なんで？運が悪くなるから。運が悪いよ、待ってるよ。そしたらユンちゃんがね、サイゼリア食べたいっていきなり始めて、で俺は断ったんですけど、どうしても行きたいって言われて、しょうがねえな、まあ、じゃあちょっとしか食べちゃダメだよって言ったんですけど、めちゃめちゃ食わされました。違うよね、もうお腹いっぱいの状態でここ来たんですよ。もうだから結構やばいっす今。だから言ったじゃん、でもこの後あるからちゃんと食べれる分だけ食べてねみたいな。いや、そしたらもう目の前にあるもの全部耐えられるから。違うよ、俺だいぶセールしたよ。さあ、いよいよオーストラリアコース行きましょう。ネイティブだね。お待たせいたしました、こちらオーストラリア便の前菜でございます。キーサーモン分厚い。ちょっと俺もパイロット目指そうかな。なんで CA さんに乗ってもらった。おい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 、どうしたんだよ。ギュギュ。はい、それではまずじゃあちょっとスープいただこうかな。うわ、はい、トリュフね。うわ、これすんごいトリュフ使われてます。トリュフをこれでもかと。口の中1週間ぐらいずっとトリュフの匂いしそうなぐらい使われてるよ。間違いない。めちゃくちゃ匂いする。お尻からトリュフ出てきますこれ完全に。それぐらいねトリュフ臭がすごいです。今日シェフ張り切ってるらしいんで、うん、僕らのために。はい、ということでちょっとね今これ、はい、閉店後に借りてるんですけども、もうすぐちょっと終電がなくなってしまう時間になってきてしまって、ちょっとじゃあ YJ も参戦してもろて、はい、2万円分クリアしていきたいと思います。うれしそう。 YJ はね、 YJ はもうね食べたくてしょうがないのよ。そう、 YJ は本当にお金がなさすぎてクーポンだけでご飯生きてますからね。いいだろ別に。そこがいいよねっていう話。嘘つけ、お前リスだったやん。ギュギュー。 CA さんおいくつですか？おお、なんで急にナンパすんの？いいだろ別に年ぐらい。20歳です。うわ、20歳。20歳か。ダメですよ、こんな男に引っかかったら。僕 CA さんにしてあげることはできないですけど、飛行機なら買ってあげられますけど。ありがとうございました。よし、それでは3人で食べていきたいと思います。はい、そんな困難でカメラをセッティングしてる間に私は着々とスープを完食しておりました。素晴らしい。
僕これ言っちゃっていいんですか？若い男には肉だ肉だ。こちらメインディッシュの、ビーフとのローストです。ビーフとのロースト逆よ牛肉のロースト、赤ワインソースでございます。牛肉のローストです。うわこれ最高にいい肉だね。これ美味しそう。そんなに、いや YJ 今クソ腹減ってるらしい。クソ腹ってるから邪魔しないでくれよ、うん、やめちまえ。おい YouTube 出るのやめちまえ。おい高橋先生怒られるよ。おーソースが台無しだよ。もう先生こういうの慣れてないです。いつも牛丼とかばっかり食べてるまあいい経験ですよこれも、はい、こういうの経験してビジネスクラスに乗れる男になれ。バーストクラスだよここは。怒っちゃった。いやいいんだよ、もうビジネスクラス乗れたらもう大出世で。だファーストクラスをさ、そのもったいないとかそういう感覚で乗ってるようじゃまだ二流なわけですよ。まだバンビ君は二流ってことですか？俺は二流いや最終的にはお金配って月に行かないとダメ前澤社長アルツコがゴール。ギュギュー！じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。はい。すっごい肉厚。あ、肉厚ジューシー。確かに分厚いもん。どう？牛丼と比べて。比べちゃいけないです、これ。比べれない。なんか、ジャンルが違うんですよ。ああ、なるほどね。牛丼はひまわり。ひまわりにはひまわりの良さがあると。でも、この肉はバラだと。また違うんだと。そういうことですよね、先輩。そうです。そうだぞ。そうだ、急に立場逆転してるよ。おいしい。よし俺も頑張ろう。ちょっと YJ の食いっ気見てたら俺も勇気が湧いてきた。でっかくしてくるぜ。うわうわ、これはお腹空いてないとできないよ。すごいなお前。幸せ。うん、満足。さあラスト、こちらの巨大サーモンサラダです。サーモンいただきます。うわうるさ。ナイフだって切るんじゃなくて押しただけで切れた。マジ？うん、すごっ。じゃあそれナイフを褒めるべきじゃん。いただきます。どうですか？チョイスモークサーモンかな。おいしい。すごい、これフォークを押し付けただけでみるみる切れていく。いただきます。こんな厚切りのスモークサーモン食べたことない。わ、まるでグミかのようなね、この弾力。歯ごたえしっかりあるんだけど、うん、柔らかい。お腹いっぱいでもサーモン食べれるな。俺のサーモンやるよ。聞こえてたよ。そのパンと交換しようって。あ、いいですよ。パン食べるの？しゃ、しゃ。サーモンパンにしの、俺はサーモンパン。気持ち悪いよ、なんか。なんで？いや、お前だってさ、お刺身とさ、パン一緒に食べる？いや、いや、バカ野郎だね。何？あのね、おしゃれなパン屋さんには売ってんの、うん、サブウェイとかね。サブウェイありそう。ありそう。いや、あるのよ。様子がおかしいだ。うん、この世のものとは思えない合わなさ。失敗。なんだろう、ここな、え、なんかめっちゃ血出てんだよ。なんでタコから血出てきた。ナイフで刺したとか。手のタコが海になって海くんってこと？そうだよ、海くん。海くんって怪我した、怪我して傷口が産んでそこから生まれたのが海くん。そうだったんだ。そうだ。ラスト一口。早っ。いただきます。早っ。うまい、すげえな。引きがいいね。YJ もだって今二十歳とかでしょ。21です。21だよ。20… シールド21ってこと？ギュギュー！ CA さんとタメ説ない？同じ学年説。一個下ですね、多分。一個下か。え、免許いんの CA？ いるよ。あ、免許いるんだ。いるよ。でも、もっといろんな免許取っとけばよかったなって思う。私、簿記とか電卓とかやってて、そういう検定があるの。男はみんな、あの、簿記検定一級です。やばい、あと5分で閉まるって。やばい。油がね、すごいいいお肉だな。綺麗に食べて。だってもう今ハンバーグぐらいあったよ。無理だよ。一番ダメじゃん。YJが何かを産み落とそうとしてない。やばい、めっちゃ変です。やばい。ねえ、トイレ行ってきて。もうこれ以上高度が上がったら上がってないのよ、ここ手が出る。すまん、みんな。やだやだ、本当にやだ。無理
もう行って行ってトイレ。気づけば完食して。わお。さすがだよ。バミ君それください。どれ？サラダ。あ、いいよサラダ。お肉ばっかりでちょっと胃がもたれる。はい。ブロックチャーシュー肉。最後に。トマトちょうだい。どうぞ。私サーモン3枚食べた。うん、完食。ウーパールーパー、ラスト一口いけ。ズッキーニ完食。残りユンちゃん。じゃあみんなユンちゃんの最後に食べて終わろう。ラスト。はい、ということで機内食1万円分、いや2万円分無料です。はい、はい、ということで早く旅行できるようになればいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。料理美味しそうだなって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。またねー。ボンジュー。あら